キハ120系機動車は、西日本旅客鉄道のローカル専用の小型機動車で、ある。JR 西日本の地方交通線向け標準型機動車として、1991年に製造が開始された。新潟鉄工所の地方鉄道向け車用、NDC シリーズの第一世代モデルによる16メートル級軽快機動車で、ワンマン運転にも対応している。 本形式の200番台は、松浦鉄道 MR-100 型と、ほぼ同形式となっている。新潟鉄工所での製造のほか、一部は、自社の五島総合車両所でもライセンス生産された。国鉄から承継され、ローカル線区で運用されていた一般型機動車の基ハ2 0系、基ハ3 5系、基ハ4 5系や、急行型機動車の基ハ5 8系などの置き換えや、 鉄道部に移管された線区の活性化を図るため、山陰東部エリアを除く JR 西日本管内の秘伝各間ほぼ全域に投入された。各社に投入された NDC シリーズ第一、世代モデルが次々に運用を離脱する中、2020年現在でも自己廃車となった1両を除いて、旧廃車が発生することなく、製造された89両のうち88両が、 運用されている。キハ120型は製造時期別に3つのバンダイ区分に分かれるが、本校では各バンダイ共通事項について記す。運転席右側車体幅に700からに800ミリメートル、全長16.3メートルの両運転台の車両で、出入り口は両運転台の直後、片側2カ所にバス用の2枚折り戸が採用されている。この他、 冷房装置にはバス用のハム用品を使用している。走行用ディーゼルエンジンは小松製 SA6D125H1 が採用されている。変速機は直結二段式である。運転室は半室構造となっており、女子側は出入り口とドアスイッチがあるのみ。乗務員扉は設けられておらず、女子側の客用扉横に、 車掌用の前方後方安全確認のための小窓が設置されている。主管制御機は横軸式とされたが、操作部自体は従来車両と同一品が採用されており、国鉄機三32系機動車に類似する。主管制御機は221系電車に準じた前後、操作式だが、ブレーキハンドルは着脱可能な構造である。なお、 ATSP には対応しないことから JR 東海管内への乗り入れは不可能である。車体塗装は配置区所によって異なっているが、普通構成車体の200番台は後年、配置区所に関わらず、朱色5号1色塗りに統一された。座席はセミクロスシートまたはロングシートを配置する。エンジン排気管を設置するため側面の窓管が広く、 なっている部分が一両に一箇所あり、その箇所ではシートが途切れている。車内収受式、ワンマン運転を前提にしていることから、つまめんにデジタル式の運賃表示器、運転台横に運賃箱、運転台直後に整理券発行機が備え付けられている。なお、岡山市社、亀山鉄道部所属の車両は2015年にデジタル式運賃表示器から、 液晶ディスプレイ式のものに変更されている。本系列は基本的にキハ120系の位置形式だが、製造時期により番台区分がなされ、番台ごとに構造上の差異が見られる。JR 西日本発足後初めての新生機動車として1992年に製造。8両導入された。車体は普通構成で、車体幅はに 700mm。車体塗色は、 配置区所によって異なる。座席はセミクロスシート。エンジンは小松製 SA6D125H1 型を搭載している。側面は二段式ユニット窓、バス用に前折り度の乗降扉採用など、国鉄機三32系機動車に類似する。また本番台では、半自動を選択した場合に使用可能なドア、開閉スイッチを乗降口付近の内外に装備する。 1993年製造。200番台より後に登場したがこちらが基本系列となる。22両導入された。200番台との際は以下の通り。1994年から1996年にかけて59両製造、導入された。本形式では最大グループ。0番台と異なり、車内が200番台同様のセミクロスシートに変更された。 ボックスシートの形状は200番台と若干異なっている。新造後、以下の改造が行われた。下記のほか、スカートの延長工事、機笛の変更、ウィンドウォッシャーの取り付け、列車接近警報装置の取り付け及びエンジンを抵抗外の SA6D125HE1 への換装などが一部の車両で行われている。コスト削減のため申請時からトイレが設置されなかった。 乗客に対しては行き違い街等で停車中に駅トイレを利用するように促す策が取られ、当時の車内にはトイレのある駅の掲示があったが、乗り通すと長時間の乗車となる上に運行本数が少ない路線が多く2007年3月末までに全車両に洋式トイレが設置された。これにより、客室内に資格ができるため運転室後方にルームミラーが追設され、トイレ設置前にあった。 コシ北線用の車両は、福井豪雨からの復旧工事中に改造された。しかし、トイレ設置後も、運用区間が短いことや、孤立区間にある越前大野駅構内に、おぼつ抜き取り設備がないことを理由に、改造後もしばらくは、このトイレは使用できません表記の張り紙を貼っていたが、2007年6月30日の全線復旧を機に使用を開始した。 JR 福知山線脱線事故の調査報告書に対する権威の対策として運転状況記録装置の取り付けが行われている。装置本体は冷房ダクトとの位置関係からトイレ前に床置きされている。配線を引き通すためトイレ設置工事の際と同様に窓が塞がれている。この工事に関連して車掌用のドア開閉スイッチがこの装置内に移設されている。 超音波センサーでホームを検知してワンマン運転中に運転士がホームと反対側のドアを誤回避するのを防ぐための装置でスカートの裏側にセンサーが4つ付いている2009年2月より亀山鉄道部所属の全編成に設置工事が行われ2011年以降は他1000区の車両にも順次工事が行われている2015年1月より岡山市社、米子市社 亀山鉄道部に所属する車両のデジタル式運賃表示器が液晶ディスプレイ式の運賃表示器に変更された。初期車の製造から25年経過したことを受け、安全性、快適性の向上を主な目的に2017年度から着手。事業費は1両あたり約2500万円で2021年度までに全89両を対象に実施予定。 改造内容は、シート袖部分の仕切り大型化と手すり釣り革の改良、全ショー灯 LED 化、車内照明の間接照明化及び LED 化、LED 式、フォグランプ追加、運転席ガラス強化、ドアチャイム設置など、工事完了第1号となる、キハ120から208が2017年7月14日に、後藤総合車両所を出場し、7月16日に、 キス線列車支部で報道陣に公開された2020年4月1日現在の車両配置は下記の通り岡山機動車区所属の車両を除いて基本的に鉄道部単位で運用に入る国鉄キハ40系機動車等の従来型機動車とは総括制御を行うことができないため従来車とは完全に分離された運用が組まれている 亀山鉄道部に0番台8両と300番台6両が配置され、関西本線亀山駅加茂駅間で運用されている。2001年3月までは木津駅経由で奈良駅まで入線していた。大多数の列車が2両編成で運転されている。図色は前面と屋根、裾部に紫。 鶴ヶ地域鉄道部鶴ヶ運転センターに200番台5両が、金沢総合車両所と山支所に0番台1両と300番台14両が配置されている。鶴ヶ地域鉄道部、編集鶴ヶ地域鉄道部所属の車両は、越前大野鉄道部から、福井地域鉄道部を経て移管された車両で、小指北線全線で運用されている。一部に2両及び3両編成の運転もあるが、 基本的に一両運転。車体塗装は、元々の塗色は白地に、緑のグラデーションのブロックパターンであったが、現在は、全車が、ラッピング車両となっている。オリジナルカラーの車両は、朱色5号に塗装変更され、その後新たなラッピングがなされた。金沢総合車両所富山支所、編集富山市所,所属の車両は、北陸広域鉄道部管内の高山本線。 井の谷駅、富山駅間、大井戸線南小谷駅、糸井川駅間で運用されており、高山本線用12両と大井戸線用3両に区別されている。高山本線用の車両は、富山市省拠点に運用される。2011年3月12日以降、高山本線の普通列車は、基本的にこの車両で運転されている。日中は一から二両編成で運転されるが、 平日ダイヤの朝に3両4両編成で運転される列車もある。図色は窓状に緑、腰部に赤と木のストライプで、前面は富山側が朱色、井の谷側が緑となっているが、このうち2両には観光用ラッピングが施されている。1両のみ所属する例番台は2013年に新山口支所から転属した車両である。かつては、 東海旅客鉄道高山駅まで入線していた。富山ライトレールに関される前の富山高線でもワンマン運転を実施するために日中に運用があった。大井戸専用の車両は糸井川運転発出に常駐する。キハ五52系の老朽化に伴い2010年3月13日のダイヤ改正から運転を開始した。基本的に一両で運転されるが客機には2両に。 増結される。大糸専用の塗装は、岡山起動車区からの転属車のため、同区の車両と同様で、塗色は窓上下に、大々色、腰部に赤の帯を配している。木月鉄道部に200番台3両と0番台5両が、浜田鉄道部に300番台14両が配置されている。木月鉄道部の車両は200番台、0番台の共通運用で、木月線全線と、 山陰本線松江駅新寺駅間で運用されている。基本的に一両だが一部列車が二両編成で運転される。過去には最長で四両編成が定期列車で存在した。塗色は200番台が米地に窓周りが黄答色、腰部が緑の塗り分けであったが全車両が朱色5号へ塗装変更された。例番台は200番台に準じた塗装で、 全面米地に応答色と緑の補装備である。浜田鉄道部の車両は山陰本線に出雲市駅増田駅間で運用されている。塗色は窓状に赤、倉下に濃淡二色の青帯、全面が白。2018年現在は体質改善工事試行済み車両と未試行車両が在籍しているが未試行車であっても全商等体質改善車と同じタイプに 全車交換された。過去には三高線でも運用されていたが、2018年4月1日の三高線廃止により、密江線での運用を終えた。また、大井と専用車両が、体質改善のために2019年1月同年3月まで、キハ120317ワツルガまで、配給輸送、ダイソーを行っていた。岡山に台両が在籍し、 以下の路線で運用されている。基本的に一両による運用であるが、一部路線は二両編成、津山線や姫新線ではキハ40系の運用も残っているため完全置き換えには至っていない。図書区は窓上下に大々色、洋部に赤帯である。2013年から1年間は、美まさの国1400年記念で、漫画ナルトが描かれたラッピング列車が、 キハ47型と共に運行された。前期の通り2015年に、岡山市社所属の全車両のデジタル運賃表示機が、液晶ディスプレイタイプに更新された。358は2020年3月に発生した、警備線脱線事故により現地解体されたため、3月19日付で廃車となり、本系列発の廃車となった。 下関総合車両所に0番台8両と300番台9両が配置されている。このうち0番台3両と300番台7両が広島支所に、0番台5両と300番台2両が新山口支所に配置されている。広島支所の車両は三次鉄道部に常駐しており、警備線広島駅便乏落合駅間及び、福塩線府中駅塩町駅間で運用されている。 基本的に単行であるが、広島駅三次駅間は2両編成で運転される。車体塗色は、前面は、銀塗装に、窓周りが黒、窓より下に、青紫と青色の帯を配している。新山口支所の車両は、長戸鉄道部に常駐しており、山陰本線マスダ駅長戸市駅、山陰本線、仙崎支線長戸市駅、仙崎駅間を呼び、 ミネセン全線で運用されている。基本的に一両であるが、一部列車が二両編成で運転される。車体と色は、前面は銀塗装に、窓周りが黒、前照灯の周辺部及び側面に青色、桃色、黒色の帯を配している。一部車両では、車番を国鉄時代の標準書体である墨丸ゴシックに改めたものが登場している。 キハ120系の導入された路線では、沿線の活性化と観光振興のため、各路線で、ラッピング車が運行されている。コシビ北線用の車両は、キハ120から204.205を除く産両が、沿線自治体とのタイアップによるラッピング車となっている。ありがとうございます。